イシットバン・コバチは、ハンガリーの元男子、プロボクサー、ブダペスト出身、アトランタオリンピックバンタム級金メダリスト、元世界ボクシング機構世界フェザー級王者、アマチュア時代からハンガリーを代表する、技巧派ボクサーとして活躍し、ドイツを拠点に活躍した。引退後は2015年より、WBO 副会長に就任、また WBO ヨーロッパ部門会長も、 兼任している。現役時代は、ウニベルズム所属。アマチュア時代296戦282勝14敗の、戦績を引き下げ1997年12月13日、ハンブルクのシュポルトハレハンブルクで、プロデビューを果たし、初回2分10秒小勝ち。1998年11月28日、ビセンゾ・ベルカストロと対戦し八回判定勝ち。 1999年2月20日、11戦全勝のマリオネストロ・カベロと対戦し2回小勝ち。この勝利で WBO 世界ランカー入りを果たす。1999年5月22日、スポートパレスで WBC インターナショナルフェザー級王者ドラマネ、ナバロームと対戦し12回3から0の判定勝ちで王座獲得に成功した。 2000年6月23日、元 WBO 世界フェザー級王者、スティーブ・ロビンソンと WBC インターナショナル王座の初防衛戦とロビンソンが持つヨーロッパボクシング、連合ヨーロッパフェザー級王座に挑戦し12回、3から0の判定勝ちで WBC インターナショナル王座の初防衛とエブ王座獲得に成功した。2001年1月27日、 ナジー・ムハメドの王座返上で空位になった WBO 世界フェザー級王座決定戦をアントニオ・ディアスと行い6回と11回にディアスがホールディングで減点されて小鉢に勢いがつき最終12回1分58秒 TKO 勝ちで王座獲得に成功した2001年6月16日ブダペストのキススタデオでフリオ・パブロ・チャコーンと対戦し 判定ではリードを奪っていたが6回に連打を浴びて、レフェリーストップ。6回15秒逆転 TKO 負けで防衛に失敗し王座を失った。2002年4月20日、スティーブ・トルム部と対戦し3回 TKO 勝ちの試合を最後に現役を引退した。引退後は審判員や母国のボクシング中継で解説を務めるなどで幅広く活躍。2004年には WBO の役員に就任し2009年に WBO のヨーロッパ部門の会長に就任。そして2015年に WBO 副会長に承認した。最近では WBO の世界タイトルマッチで立ち会い人としてヨーロッパ諸国が中心だったが、ここ最近はアメリカでの試合での立ち会い人を務めることも多くなった。2015年12月31日に 田中つねなり VS ビッグサルダールとの試合で、元世界王者で勝つ、立ち会い人として初来日となった。ありがとうございます。